大正19年、帝都東京。後に高麗大戦と呼ばれる史上最大の戦いが勃発。帝都、パリ、ニューヨークの歌劇団はその脅威に果敢に立ち向かい、そして世界は救われた。彼ら勇敢なる歌劇団、その全員の消滅と引き換えに。それから10年の時が過ぎ、大正29年、兵学校を出て念願の海上任務に就いたってのに、あの事件のせいで丘に左遷か。特務官の艦長に任命された時は心躍ったが、短い夢だったな。ほんと冷めないで欲しかった。まあ済んだことは仕方ない。気持ちを切り替えていこう。さて、今度の着任作ではどんな任務が待っているのかな。随分と綺麗になったもんだ。前に来た時は10年前の戦いの傷跡がところどころ残っていたが、今はすっかり元通り、いやそれ以上の発展ぶりだ。さて、約束の時間までまだ余裕があるな。ちょっと辺りをぶらついてみるか。
よし、そろそろ時間だ。約束の場所へ向かうとするか。騒がしいの？一体なんだ？いかん、約束の時間に遅れる。ここが新しい認知か。大帝国劇場。劇場？特務艦隊から劇場に配置換えって、一体何がどうなってるんだ。俺は演劇なんてできないぞ。それとも大道具とかかな。すみません、お掃除の邪魔なんですけど。うわ、すみません、失礼しました。劇場に何かご用ですか。私は帝国海軍少尉神山清十郎です。ここに来るように言われて。もしかして聖兄さん？嘘。どこかでお会いしましたか。もしかして忘れちゃったんですか。ほら、うわ、もしかしてさくらちゃん、雨宮さんのところの。はい、子供の時以来だから10年ぶりくらいかな。覚えていてくれてよかった。久しぶりに会えて俺も嬉しいよ。綺麗になった。言い出すんですか、いきなり。素直な感想だったんだけどな。もう恥ずかしいよ。そこのお二人さん、公衆の面前でイチャつかないでもらえるかしら。支配人、あなたが神山清十郎君ね。待っていましたわ。私は神崎すみれ、
この大帝国劇場の支配人をしています。神崎スネ、どこかで聞いたことがあるような。ようこそ大帝国劇場へ、歓迎いたしますわ。神山清十郎、飛び級で海軍兵学校入校。卒業後海軍に配属され、各地で作戦に参加。多数の武勲を挙げた後、海軍特務解剖官摩利支店の艦長として対鋼魔特別任務に就く。なかなかの経歴ね。優秀な仲間のおかげです。謙虚ね。そんなあなたにお願いしたいお仕事があるのよ。はっ。神山君、あなたは帝国歌劇団花組を知っているかしら。帝国歌劇団、詳しく聞いてみるか。花組とは何でしょう。花組は帝国歌劇団の戦闘部隊よ。鋼魔に対抗する中核となる部隊ですわ。だけど今の花組にはかつてのような戦闘力はないわ。悔しいけど帝都の守りは上海歌劇団に頼っているのが現状よ。上海歌劇団、駅で見たあの機体か。帝国歌劇団とは何でしょうか。帝国歌劇団はこの帝都を鋼魔から守るために結成された秘密組織よ。過去幾度かの大きな戦いに勝利し、帝都の平和を守り続けてきたの。鋼魔に対抗するための秘密組織か。すごい話だな。大帝国劇場、なぜこんな目立つ場所が本拠地なんですか。帝国歌劇団は戦いのない平時には帝国歌劇団として歌い踊るのよ。舞台に立ち、帝都の人々に夢と希望、そして愛を与えてゆく。それが花組のもう一つの大切な役目なの。なるほど、戦うだけでなくそんな任務があるんですね。そういえば神崎すみれってかつてのトップスターの名前だったような。まさか目の前のこの人はかつての帝国歌劇団花組の隊員。さてここからの本題。神山清十郎君、あなたに帝国歌劇団花組の隊長になってもらいたいの。俺が隊長ですか。了解しました。若輩の身ではありますが精一杯務めます。いいお返事ね。期待しているわよ。ありがとう神山君。これから頼りにさせてもらうわね。はっ、こちらこそよろしくお願いいたします。新しい花組の初任務は世界歌劇団大戦に勝つことよ。世界歌劇団大戦、それは何でしょうか。詳しいことはおいおい説明しますわ。今は歌劇団大戦のことを心に留めておいて。了解しました。それじゃこの後のことは秘書の薫に聞いてもらえるかしら。まずは花組の隊長としてその職務のことを知ってもらわないとね。は
はじめまして、神山さん。私はスミレ様の秘書、林道薫です。よろしくお願いします。神山清十郎です。こちらこそ、よろしくお願いします。スミレさんの秘書か。この人とも長い付き合いになりそうだ。それでは神山さん、まずは神山さんが指揮を取ることになる花組の隊員たちに会うのがいいと思います。劇場の中にいるはずですから、探してみてください。わかりました。花組のこれからはあなたにかかっているわ。よろしくね、神山くん。期待していますわよ。なんだ？さくらちゃん？もしかして盗み聞きしてたのか？してません。だって本当に聞こえなかったんだもん。分厚すぎですよ、ここの扉。なんだって？なんでもないです。それで何のお話だったんですか？ああ、帝国歌劇団花組の隊長に任命されたよ。やった！私も花組の一員なんですよ。だから聖兄さんは私の隊長さんです。あ、そうだ、これからは神山隊長って呼ばないとダメですね。いいよ、堅苦しいのは嫌いだから。ダメです、そういうのはちゃんとしないと。そういうものかな。神山隊長。わかったよ、さくらちゃん。私のことはさくらって呼んでください。その方が嬉しいです。嬉しいって、なんで？なんでもありません。そうだ、新しい隊長さんをみんなに紹介しないと。それに大帝国劇場のことも知りたいですよね。私が案内します。それは助かるな。じゃあ頼むよ、さくら。はい。歌劇団なんですから、やっぱり最初に案内するのは舞台ですよね。他の隊員も誰かはきっとそこにいると思いますし。でも本当にびっくりしました。子供の頃に遠くへ行っちゃった聖人さん、神山隊長とまた会えるなんて。俺も同じさ、驚いた。さくらが帝国歌劇団に入っていたなんてな。
私の夢だったから。憧れなんです。私にとって帝国歌劇団は憧れ、夢か。さくらは帝国歌劇団に入るって夢を叶えたんだな。よかった。そうですね。舞台はこの扉の向こうです。ようこそ大帝国劇場へ。